どうも人間の皆様、マウミザミッションのジャンケンジョイです。本年ですね、年末に12月28日カウントダウンジャパン出させていただきました。本当に素晴らしい景色でしたね。もう完全に元に戻ったと言ってもいいんじゃないでしょうか。またね、年末にああいった景色を見れて、やっぱライブは最高だなと思いました。非常に良い、我々にとっても最高のですね、1年の締めくくりをカウントダウンジャパンで皆様と共に過ごせたことを幸せに思っております。本当にありがとうございました。で、書き初めなんですけれども、はい、ですね、ちょっとうちのメンバーで一番達筆な DJ サンタモニカさんが書きました。こちらでございます。はい、ひき肉、はい、有識者の方はぶっこみのタクというね、ヤンキー漫画の爆音小僧の鮎川正人さんが、まあ、ひき肉って書いてミンチって呼びますこれね。ミンチって呼びます、麻婆は。はい、以上です。はい、で、来年の抱負ですね、2024、我々はですね、ファンクラブツアーなるものがまず真っ先に来まして、ね、その後も、311っていうね、海外のミクシャーバンドとの、日本アメリカの交換ツアーもあるんですけれども、あとはですね、まだ発表になってないんですけれども、また海外でもね、今年いっぱい行かせていただいたんですよ。ヨーロッパとか北米とか中国とか、すごく素晴らしい手応えを感じましたので、また来年も引き続き世界中で、日本のみならずね、世界中でライブを、やりまして、今日の CDJ みたいな最高の景色を世界中で見れることを、祈っております。頑張りたいと思います。本年は大変お世話になりました。来年も何卒よろしくお願いします。マウミザミッションのジャンケジョニーでした。